よっしゃ。よっしゃ。
Yosa! Check!
Hip-hop! 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 Ha!
ありがとうございました。
Hip, hop, 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 hip, hop
いらっしゃいませ。ジャック様、おられますか？はいはい、おられますけど。ローズコションの緊急招集です。30分後会議室へ来るようにとのことです。緊急招集？いいね、王国騎士団って感じ。オッケー、すぐ行くよ。くれぐれも迷子になどなりませんよ。心配性だな。城で迷子になんてなるわけないじゃん。くそー、なんでこの城ってこんなに無駄に広いんだよ。おはようっす、団長。遅れてすいません。まったく、時間通りに来た試しがないな。なに？まあまあ、ジャックさん、席についてください。はい。さて、我がローズコションに新たな任務が言い渡されました。オーク討伐ですか？違います、ライトエルフへの国書配達です。この任務はリドリーさんのお父上、ご家老のジャスネ様が推進する妖精との講和と交易政策の一環として、国中の期待を背負っています。失敗は許されません。スリリングでエキサイティングな任務です。しかし、ライトエルフといえば最も人間を避けている種族。彼らの集落である花の都に入った人間はいないとか。おっしゃる通りですから、今回は専門家が同行してくれます。専門家？どなたです？バレス魔術学院のジーニアスさんとおっしゃる方です。なんでも若干15歳でバレスの教授となられた天才さんらしいです。でもそいつは？ジーニアスさんとは現地集合です。彼は研究のためライトエルフの集落の近くにお住まいなのです。出発は明朝一番、集合は保根門です。了解です。了解っす。明日は遅刻するなよ。しねえよ。団長、おはようございます。時間通りにやってきました。おはようございます。今朝も張り切ってますね。へへ、ざまあみろリドリー、ちゃんと時間通りに来てやったぜ。
当たり前のことを偉そうに言うな。何を、俺より遅かったくせに。だからなんだ、私は遅刻などしていないぞ。はいはい、お二人さん、よろしいですか。出発したいのですが。はい、はい、よっしゃ、やっ、さあ、ヒュッ、ヒュッ。
かつい建物。これが有名なヘレンシア砦ですよ。有名なの？俺知りませんでしたけど。はい、とても有名です。この砦は前世紀に建てられたもので、前世代の人間とエルフによる大戦争の史跡なのです。現在もエルフの動きを監視する拠点として王国騎士団が駐留しています。全然知らなかった。無学極まりないな。ご苦労様です。ローズコション、国書を届けてまいります。ご苦労様です。どうやら無事に通過したようですね。はい、夏目殿。しかし、我々はいつまでこんなことを？ジャスネ様が安心するまでです。しかし、我々には我々の任務が。だいたい騎士が騎士の護衛をするなんて。レナード、文句を言っても無駄です。昔から言うではありませんか。親バカにつける薬はない。親バカこけたら皆こけたと。なんか違う気がしますが。しかしその親バカぶり。いいえ、娘の身を案じる優しさがジャスネ様の魅力なのです。ジャスネ様。ったく、あんな親父のどこがいいんだか。おっと、リドリー様を見失います。追いますよ。こんな感じ。
フリア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 よっしゃ